大学入学共通テスト情報1試作問題について、今回は第2問の解説を行っていきます。第2問の A は二次元コードに関する問題になります。二次元コードは QR コードや二次元バーコードと呼んだりします。 QR コードに関する事前知識はあまり必要なく、文脈から解釈できる問題が大半です。以前の授業動画で QR コードの概要について説明していますので、まずは数分そちらの動画をご覧ください。 IC カードやスマートフォンが普及したことにより、支払い方法は変化してきています。内蔵 IC と電波で支払いのやり取りをする交通系電子マネー、バーコードを読み取り支払う決済サービスなどが浸透してきています。バーコードといえば、このような一次元バーコードを想像する方もいると思います。バーとスペースの組み合わせにより数字や文字などを機械が読み取る形で表現したものです。一般的なものはジャンコードと呼ばれる13桁もしくは8桁の数字が記載されています。二次元バーコードは水平方向と垂直方向にデータを持っており、2方向に情報が表示されているため二次元バーコードと呼ばれています。クイックレスポンスを略して QR コードという名称で有名になっています。 QR コードは伝送ウェーブが1994年に開発した二次元コードになります。親会社の伝送はトヨタグループに属していて、自動車関連製品などを扱っている会社になります。 QR コードが開発される以前は商品管理に必要な情報が多すぎて、一つの一次元バーコードでは足りずにバーコードを10個ほど並べてスキャンしていました。それは作業効率が悪かったため、多くの情報量を保持することができる次世代のバーコードを開発したとされています。 QR コードがここまで広まった理由としては、ライセンスフリーということがあります。通常はこのような発明を他人が使用する場合、許可を得たりお金を支払ったりする必要があります。ライセンスフリーは第三者の自由な再利用を許諾したものになります。 QR コードの特徴として、一次元バーコードと QR コードを比較していきます。まずは多くの情報を持つことができるということがあります。一次元バーコードのジャンコードは13桁もしくは8桁の数字を表すことができます。 QR コードは最大で7089桁もの数字を表すことができます。また英数字や漢字などの情報も持つことが可能で、英数字なら最大で4296文字、漢字なら最大で1817文字の情報を持つことができます。 QR コードの最小単位は白または黒のセルと言われるものになります。この黒と白の組み合わせで情報を保持しています。以前0と1で表す二進法について説明をしましたが、これもコンピューター上では白を0、黒を1として扱い、その組み合わせによって様々な情報を表現することができます。 QR コードはいくつかのバージョンが存在しており、そのセルの細かさによって持てる情報量の上限が変わってきます。 QR コードのバージョン種類は1から40まで設定されており、それぞれのバージョンごとにセル数が決められています。次に復元機能があります。 QR コードが何らかの理由で汚れたり破損した場合でも、 QR コードの中に復元コードがあるために、一部のデータが読み取れなくても復元用コードから欠損したデータを知ることができます。この誤り訂正レベルは何段階かあり、最大で 30% までの欠損に対して情報の復元ができます。ただし3つある大きな四角の1つでも隠れると読み取りができないということは覚えておきましょう。次に読み取り方向についてです。一次元バーコードは通常はバーコードと同じ方向にスキャナを合わせる必要があるのに対して、 QR コードは360度どの方向からでも読み取りが可能になります。このような様々なメリットがあることから、 QR コードは電子決済だけでなくチケットなど様々な用途で普及が広がってきています。それではクーランアから確認していきます。クーランアは二次元コードが広まった理由について問われています。先ほどの概要解説で説明したように、
第三者の自由な再利用を許諾しているので、正解としては丸三の特許権を保有していても権利を行使しないとしていたからになります。知っていればすぐに解ける問題ですが、知らなくても消去法で絞り込むことができます。0番のそこで使用料を高くすることでこの二次元コードの価値が上がったからについては、使用料を高くすることで使う人が少なくなってしまうので不正解になります。1番のその後特許権を放棄して誰でも特許が取れるようにしたからについては、特許権自体は放棄しているわけではなく、自由に無料で利用していいよと許諾しているので不正解になります。また他の人が特許を取れるようにしてしまうと、その人が独占してしまう可能性もあるので不正解と言えます。2番の特許権を行使して管理を厳密にしたからについては、管理を厳密にしてしまうと手間がかかり使う人が少なくなってしまうので不正解になります。よって3番に絞り込むことができます。次は空欄E について確認をしていきます。隅に3つある四角形が円形でもいいのではないかという話で、正方形の方が都合が良い理由について問われています。解像度について基本的な知識が問われていて、知らないと若干難易度が高いですが、消去法で解ける問題でもあります。0番の円形では D から F の角度によって黒白の比が異なってしまい、正しく読み取れなくなる可能性があるからについては、円形でも正方形でも角度によって黒白の比は変わらないので不正解になります。1番の円形だと上下左右がないので二次元コードの向きがわからなくなるからについては、一つの印というわけではなく、隅にある3つの印の位置で上下左右がわかるので、この位置関係で円形でも上下左右の向きはわかるので不正解になります。2番のプリンターやディスプレイの解像度によっては、正方形の目印に比べて正しく読み取れる小さな円形の目印を作ることが難しくなるからについては、低解像度だとこのようなギザギザになって円形を作るのが難しくなる可能性があるので正解になります。3番の円形では目印が斜めに傾いていても、それを認識することができないため正しく読み取ることができないからについては、円形でも斜めに傾いていても認識することができるので不正解になります。次に問3を解説していきます。問3は二次元コードの生成ツールの話で、私自身よく使っています。空欄う A は生成した二次元コードを見て読み取れることを選ぶ問題で、難易度は低めです。順番に見ていきましょう。0番の同じ復元能力であれば、文字数に比例してセル数が多くなり、同じセルの大きさであれば二次元コードも大きくなるについては、以下のパターンで20文字と30文字を比較すると、文字数が多くなっているのに二次元コードは同じ大きさなので不正解となります。1番の復元能力ごとに文字数の一定の範囲でセルの縦と横の数が決まり、文字数が多くなるほど段階的にセルの縦と横の数は多くなるについては、復元能力ごとに見ると文字数が一定の範囲を超えると段階的にセルの数が大きくなっているので正解になります。2番の文字数とセルの数には関係が見られないについては、文字数が一定数を超えるとセル数も段階的に上がる関係があるので不正解になります。3番のある文字列を復元能力 30% で作成した二次元コードは、同じ文字列を復元能力 7% で作成したものに比べ約4倍のセルの数があるについては、4倍まではいかず2倍程度なので不正解になります。4番の復元能力 30% にするためには、復元能力 7% と比べより多くの情報が必要になるについては、いずれの文字数を比べても 30% の方がセル数が多いので正解になります。5番の同じ文字数であれば復元能力を変えてもセルの数は変わらないについては、同じ文字数でも復元能力が高いほどセル数が多い傾向があるので不正解になります。次の問4は二次元コードの当てはめ問題になります。表により 1,2,3 の順で情報量が多くなっているので、その分二次元コードのセル数が多くなると予想できます。
パズル方式で分かるものから当てはめれば正解できる問題になります。空欄をは情報量的に隣の 29×29 より小さいはずなので、最もセル数の少ない2番の 25×25 が当てはまります。空欄区は情報量的に最も多くの情報を保持できるはずなので、最も多くのセル数がある1番の 49×49 が当てはまります。空欄期は33より大きく49より小さいものになるので、3番の 37×37 が当てはまります。空欄化は残った選択肢を当てはめて0番の 33×33 になります。第2問の B は待ち時間行列のシミュレーション問題になります。余談ですが、共通テストの情報は2日目最後の17時から行われる予定なので、この食べ物であるクレープも問題で出るとお腹が空いて集中力が途切れてしまう人もいるかもしれません。終わったらご褒美にクレープ買って帰ろうと最後に気合を入れ直しましょう。それでは空欄けの部分を解説していきます。この生成させた乱数と到着間隔との関係性をどのように導くかが重要になります。生成させた乱数は表1の累積相対度数と対応しています。例えば2人目の 0.31 は表1の累積相対度数の 0.26 から 0.42 の間に位置しています。その下の行の階級値の2分が到着間隔となります。3人目の 0.66 の場合は 0.64 から 0.82 の間に位置しますので、その下の行の階級値4分が到着間隔になります。この導き方に気づけば10人目の 0.95 については 0.94 と 0.96 の間に位置するので8分が到着間隔ということがわかります。よって空欄家は8になります。次に空欄個について確認をしていきます。空欄個は図1のシミュレーション結果の表を自分自身で完成させ、最も待ち人数が多い時の人数を導く必要があります。1人目は行列なしでクレープの注文から商品が出てくるまで4分待てばクレープが手に入ります。2人目は1人目から2分後に到着しますが、1人目の対応がまだ終わっていないので、1人目の後ろに並びます。1人目の対応が終わるのが4分で、そこから2人目の対応が始まり、対応時間4分待ちます。3人目は2人目が到着してから4分後に到着しますが、2人目がまだ対応中なので行列に並び、8分目から3人目の対応が始まります。4人目は3人目が到着してから2分後に到着します。5人目の到着間隔は0分なので、4人目と同時に到着します。つまり、3人目対応中に4人目、5人目が行列を作っているイメージになります。この待ち人数が最も多い人数を求めるには、この表を完成させる必要があります。6人目は例として示されているので、7人目から描いていきます。7人目は到着間隔3分なので、6人目が到着してから3分後になります。7人目の対応が始まるのは、6人目の対応が終わる24分から4分間になります。8人目は7人目の到着から2分後から行列に並び、前の人の対応が終わるのを待ちます。9人目は8人目の到着から3分後から行列に並び、前の人の対応が終わるのを待ちます。10人目は先ほどの空欄けより8分後になります。これで空欄個を解くネタは揃いました。縦に一番多く黒い四角の待ち時間が並んでいるのは19分から20分の4つになるので、空欄個は4になります。空欄さしは待ち時間が最も長い人の時間になるので、濃い四角が最も多く並んでいる9人目の濃い四角の数を数えると13マスになります。この部分が該当し、1マス1分なので、さしは13ということがわかります。次の問いには、来客人数ごとに
最大待ち人数と回数の関係性のシミュレーション結果を比較したものになります。読み取れないことを述べている選択肢を選ぶ問題ですが、図が読み取れれば容易に解ける問題でもあります。選択肢を順番に確認していきます。0番の来客人数が多いほど最大待ち人数が多くなる傾向があるについては、各来客人数に対する最大待ち人数を見ると、来客人数10人の時は最大6人、来客人数20人の時は最大10人、来客人数30人では最大13人、来客人数40人では最大18人と多くなる傾向があるので、間違った選択肢ではありません。1番の最大待ち人数の分布は来客人数の半分以下に収まっているについては、来客人数10人の時は最大待ち人数6人で、来客人数の半分以下とは言えません。つまり誤った選択肢なので正解になります。2番の最大待ち人数は来客人数の4分の1前後の人数の頻度が高くなっているについては、10人の場合は2、3人の人数帯、20人の場合は5人前後の人数帯、30人の場合は7人前後の人数帯、40人の場合は10人前後の人数帯の最大待ち人数が多いので、間違った選択肢ではありません。3番の来客人数が多くなるほど最大待ち人数の散らばりが大きくなっているについては、青い左右の矢印の幅が来客人数が多くなるほど広がっているので、最大待ち人数の散らばり具合が大きくなっていると言えます。つまり間違った選択肢ではありません。次の問い3については、対応時間を4分から3分に短縮したときに、図2の来客人数40人のシミュレーション結果がどのように変化するかをシミュレーションした結果が問われています。時間があれば図1の表を3分に短縮して、最大行列がどのようになるかシミュレーションして予測ができますが、共通テストの制限時間に間に合わない可能性が高いです。少し話は変わりますが、昨日仕事で外に出ている時に、家の牛乳がなくなったから帰りにスーパーで牛乳買ってきてと奥さんから LINE が届きました。仮にやだ忙しいと返信すると、家庭に大変なことが起こる、もしかしたら家に入れてもらえないかもしれません、だから喜んでと返信して牛乳を買って帰ることにしました。これが家庭を円満に保つコツだと思っていますが、皆さんはどう思いますか？スーパーに到着し、牛乳を買うためにレジに行くと、なんと9人もレジに並んでいます。レジ係は1名です。並んでいると私の後にも2名来ました。その時店内放送で、2番レジ開放お願いしますとアナウンスが流れ、レジ係が2名になりました。2名なので倍速になります。私の後にもレジ待ちの客が並びましたが、レジのスピードが上がったことで、私がレジを済ませる頃には行列は5人ぐらいまで減っていました。皆さんもこのような経験がある方もいると思います。つまりこの問題も、対応時間を早めることで最大待ち人数が減るのではないかと日常生活から予想ができます。グラフに置き換えると、10人前後が最も大きい山が最大待ち人数が減るので左に移動するはずと予想がつきます。そうすると最大待ち人数が減っている、グラフの山が左側にずれている0番が該当することがわかります。他の選択肢も念のため確認すると、1番はグラフ自体の形があまり変わっていないので除外します。2番は最大待ち人数が増えてしまっているので除外します。3番は今まで通り10人が最も多く全体的に減っていないので除外します。情報強化を入試のために勉強すると思っている方も多いと思いますが、この共通テスト試作問題のほとんどは日常的な場面の問題解決がテーマとして挙げられています。私が奥さんから牛乳を頼まれた時のように、情報強化で習う内容を自分ごとに置き換えて、ぜひ日常生活の問題解決に役に立ててもらえると嬉しいです。第2問の解説は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。